港区役所駅は愛知県名古屋市港区港、楽一丁目にある名古屋市営地下鉄名港線の駅である。駅番号は E-05。アクセントカラーは茶色。相対式2面2線のホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。2011年3月27日より、駅業務は日本通運に委託されている。当駅は 名城線南部駅、勤とむく金山間区駅が管轄している。2019年度の1日平均乗車人員は5114人であった。2017年度までは名港線の駅で最も少なかったが、2018年9月のララポート、名古屋港アクルス開業後は利用者が増えている。港区役所バス停と市営バス港営業所名古屋市営バスが発着する。 地下鉄港区役所駅よりあや北に位置している。イオンモール名古屋港無料バスも港図書館南の名古屋市道屋川線東側にある自転車置き場付近に発着する。かつてはバス停に隣接して名古屋市 A バス港営業所が存在していたため、バス停は港区役所ではなく港車庫前という名称であった。営業所が廃止されても跡地は引き続き、 回転場として使われており、さらに2019年2月には、名古屋市営バス港を名営業所として営業所が復活した。2018年9月26日より、南港は、ララポート名古屋港アクルス敷地内に設置された交通広場を発着している。ありがとうございます。